よーこんちゃーこんちゃー、どうも皆さんおはようございます。バーミリオンです。今度からこれが僕の挨拶となります。冗談はさておきですね。これの試合は昨日ね、本当に4年ぶりに、ポワポワ担当ライリーとやったんで、ライリーの配信で本当に4年ぶりの白身大富豪部の実況者3人集合みたいな感じで、実に、ね、楽しかった時の動画です。はい。で、今回はね、昨日アップデートが追加されたじゃないですか。いろんな人がこの動画上げてると思うんでね、特にそんな詳しくは語らないんだけど、何よりやばすぎる。またやらかしてる、本当に。何回やらかすんだ。僕たちをこれ以上ね、いじめないでほしい。いじめてるじゃん、もう。精神的に俺らを。昨日の、俺は知らなかったんだけど、昨日のポワポワタンの配信見に行ったらですね、衝撃のスレッジハンマーさんの社内で、セクハラ&自殺の問題があったじゃないですか。それとは別に、新しい、本当にもう犯罪行為が出てきて、スレッジハンマー、このヴァンガード作ってる会社ね。やっぱりね、やばい、ここの会社は。だからこんなゲーム作れるんだって思うわ。本当に気持ち悪いんで、本当に気持ち悪いって思ったら、見ないでおいてください。スレッジハンマーの多分その会社の中にある冷蔵庫に多分社員の母乳、女性社員の母乳が冷蔵庫されてて冷やされてて、なんで冷やしてんだって俺も思ったけど、子供いる人ならよくやるらしくてね、その母乳を冷やしておくみたいな、会社で、で飲ませるみたいな感じなのかな。で、そのブツがまさかもう盗まれるんでっていう社内で、スレッチハンマー、やばいだろ、マジでやばいよ、スレッチハンマー盗まれたんだって、それが、その冷凍してきたものが。本当に気持ち悪い。それ、もう、性犯罪じゃん、そんなん。気持ち悪くない？本当に気持ち悪い。なんで盗むんだよ、マジで。常人じゃ考えられないんだけど、本当にね、多分、社内が、もう、こんな状態だから、ね、修正も全然入んないし、こんなクソゲーしか作れないのかなって思っちゃうよ。逆に、そういう特にね、作ってほしくないと思う。ね、今まで COD ってすごい歴史のある FPS だから、そんなね、今までどうせクソゲーしか作ってこなかったスレッジハンマーが、ね、そんなことやらかしてるでしょ？やばい。本当に COD 本当に笑っちゃうんだけど、気持ち悪すぎて。最初は冗談かと思ったけど、マジだったらしくて、本当に気持ち悪かった。本当に気持ち悪い。だって、本当に気持ち悪いわ、マジで。あと、リヴァイが追加されますね。これは確定で、リークが出て、噂になってた進撃の巨人とのコラボ。なんで進撃なんだってね、思う人がいるかもしれないけど、普通かな。海外で一番ね、多分今人気あるんだと思う、進撃が。そんくらい海外で人気あるんで、進撃の巨人コラボ、いいんじゃないですか。いろんなね、フォートナイトとかも、コラボしてるし。でも、リヴァイか。おじさんだわ。リヴァイがね、おい、エレンじゃないわ、全然。本当に、そんなこと言いそうにないわ。もう、兵士に無理やりコスプレさせたかのような、みんなも見たでしょ。サブネームも一応貼っとくけど、あれが追加されます。誰が嬉しいんや、あれ。フォートナイトとかはさ、ナルトとかサスケのかっこいいさ、ね、いろんな、着てるじゃん、スキンが。ね、フォートナイトは、ね。でも、COD は、COD 初のコラボかな、日本のアニメとかとね、初のコラボするんだと思うけど、今までね、コラボ自体もなかったから、COD は。初のコラボ、力入れろな、もう少し。力入れろな、本当に。何あのリヴァイは。あれ、誰が喜ぶの？あれ使って、おじさん使って誰が喜ぶんだよ。進撃知らないだろ、もしかして、スレッジハンマー。ただ人気乗っかっただけじゃねえの、進撃の巨人の。まだね、出てないからわかんないんだけど、普通リヴァイ出すならリヴァイの顔にしない？
ちょっとさ、アニメ風にしてもさ、いいからさ、リヴァイの顔にしないかな。あの変なコスプレおじさん、誰が使いたいのあれね。で、あと盾が強化っていうか、まあ、なんだろうな、盾今までバグで貫通したらしいんだよ。うん、それが貫通しなくなったっていう、まあ、実質強化、貫通したままいいだろ、逆に貫通してたんかと思ったわ。そこもバグってたんだな、マジでバグが多すぎる。もうそういうね、害悪なバグはすぐ直すくせにさ、あの焼夷グレネードとかもさ、修正なしだから、今回修正なしです、焼夷グレネード。いつまで続くんこの地獄は。昨日はね、3パーティーでやったからね、なかなか面白かったけどね、ノラでやってたらマジできついっすわ、あーこのゲーム。あと、ふと思ったんだけど、ワールドアットウォー2で、火炎瓶が、確か3キルで出してたんだよ。3キルで火炎瓶。ね。なんでキルストがリーサルになってんの？そもそも。おかしくない？スレッジハンマーのゲームだよ、わらわら2って。なんでさ、それ良かったよ、別に。3キルで火炎瓶でしょ？まあいいよ、キルストなら。ね、キルストなら強くていいじゃん。でも、ねえ、これ今燃えてんじゃん。今燃えてるでしょ？あ、これバグでさ、これずっと燃えてんだよね、これ。これずっと燃えてんだよ、これ。スーパー煉獄さんタイムだよ、これ今。こういうバグもあるし、これも直さないじゃん。ね、こんな燃えてさ、常に眩しいわけ、こっちは。ね。ちょっと、ほら、ずっと燃えてるでしょ、これ。これ、敵からもう見えてんのかな、俺が燃えてんの。そうしたら、だとしたらさ、相当ホラーじゃない？燃えてるやつがサブマシンガンで突っ立ってきてるんでしょ。これずっと燃えてるからね。死ぬまで燃えてるから、こういうバグもあるわけよ。多すぎるんだよね、バグが。バカみたいに火炎瓶にさ、追加しまくるでしょ。あとサーバーが弱くてさ、サーバー落ちまくってるのにさ、こんなさ、エフェクトかかる炎とかを追加しまくってんじゃねえよ。ちょっと早口になっちゃったんだけど、そう思います。みんなもそう思ってると思う。うん。あと、わらわら2の3キルで出したキルストの火炎瓶、より強いからね、全然。この、焼夷グレネードの方が。ね。だから、おかしいんだって、キルストより強いね、リーサルなんだって。あれは、だからさっさとね、直してくれることをマジで願います。はい。あとこのね、今やってるね、モダン3のドームっていうマップあるんだけど、リメイクマップだよ、リメイクマップ。ただ作ってるだけじゃリメイクだよね、何も考えることないでしょ。ただリメイクすればいいんだよ、ただ単にね、同じようにすればいいだけなの、モダン3と同じように、ただそれだけなの。なのに壁の投資バグがあるっていう、なんでさ、ちゃんとさ、行ったことができないの？みんな、スイッチハンマーのみんな聞いてる？なんでね、ちゃんと行ったことができないの？なんでコピー書き写すだけだよ、言ったら、ほんの。なんでこんなバグが起きるわけ？あとあれだわ。今作の、これ聞いた話だけど、今作のドームあるじゃん。別のマップのドーム。あそこも、なんか、ワールドアットウォーのマップなんだけど、初代のワールドアットウォーのドームは、ビハタがね、なんか違う場所にあったらしくて、ちゃんと建物なかった、建物の中にあったらしくて、今作は建物からずれてんだよ。だから代理と言ってたんだけど、座標間違えたんだろうって、その最初に奪ったなんか母乳飲んで腹壊して腹痛くなりながら適当に作業してたら座標がずれちゃったみたいな感じなんじゃない？なん、多分それは冗談だとしてさ、なんで自分たちは才能がないのにリメイクにマップまで汚すわけ？シップメントもさ、登れるようにしたりさ、あと今作の壁破壊なの？壁破壊何？あとこの今ドアを閉めるとかさ、だいたい壁破壊ってさ、一回破壊したらもうそのままじゃんね。ドアも一回開けたらみんな開けっぱなしなんだよ。閉めたりすることないの？エイペックスみたいにさ、閉めたりしないの？みんな開けっぱなの。壁も壊しっぱだし、ドアも開けっぱなの。だから最初からいらないわけ。無駄なのこれが。本当に本当に無駄。みんなわざわざ扉閉める、開けたから閉めようって、閉めないでしょ。そもそもドア壊れるしな。だったら最初からいらないじゃんって思うんだよね。まあこんな悪口言ってますけどね、結局やってますよ。ウルワとかタイトルに帰った時もあったけど、まあね、結局やってますよ。まあ、COD が好きなんでね。このゲームはね、たまには褒めないと。このゲームね、打ち合い面白い。打ち合い面白いよ。そんなもんね。一応、打ち合い面白いし、マップもね、なんか前作の CW とかはマジやれるマップがなかったらしいけど、
今作は普通にねやれるマップとかまあ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 あるし、うん、あるからあるのになんかあれなんだよ、ダメなんだよこのゲーム。ショーイークレネードとかさ、なんかしちゃうの、うん、なんかね一味加えちゃうんだよね、うん、料理作った後に一味なんか変なさ、変な加える下手な料理の人いるでしょ、あれみたいな感じなんじゃない、これが隠し味っつってバカみたいなもの入れるじゃん、うん、それがワンガードです。これね調整したらマジで神ゲーになると思うから、事実俺もポワポワさんも戻ってきてるし、1年2年離れてたのに、だからね、本当に頑張ってほしい。スイッチハンマーさんにはそんな犯罪行為しないで犯罪行為してないでちゃんとマジで頑張ってほしいです。はい、ということでさよなら。